さあ、ということで今チカポンの寝室の前に来ております。今日はね、寝室抜き打ちチェックということでカメラ回しております。じゃあいける？いける？撮影クルーへの気遣いを忘れない本間。本瀬さんいける？カメラさんいける？息を合わせるクルーたち。では行きますよ。私の神聖なる寝室をご紹介したいと思います。よろしく頼む。まずはどれからしょ、あ、やばい、ちょっと、うわ、ちょっと一旦カメラ止めて。ねえ、寝室撮るからさ、起きてって言ったじゃん。もう私さ、彼氏いない独身っていう設定でやってんだから、そういうとこさ協力してよ。本当にありえない。もう起きなさいって。あー、やばい、カメラ回ってた。すいません、ちょっと改めて紹介しますね。うち一切タップその制度を取ってて、まずこれ、ポテトフライ、フライドチキン味、業務用、これと一緒に暮らしてます。だいぶ食べました。そしてこれ、大本温泉、これも付き合い長いですね。今年の1月ぐらいからふるさと納税で買いました。すいません、はい、ちょっと喉乾いたんで、すいません、すいません。すいません、今までみんなに嘘ついててすいません。よろしく頼む。じゃあ、気を取り直して入り口から紹介していこうかな。はい、ちょっとね、自慢のコーナーがあるの、見て。じゃじゃん、ごめん、汚い。レシート。じゃじゃーん、見てー、コスメコーナー。ファンの子にいただいたものをたくさん入れさせてもらってます。みんなありがとう。友達からももらったやつも入れてます。みんなありがとう。はい。で、この、見て。超可愛くない？メロいよね。この、でごめんね、シナモンちゃんのメイクポーチみたいな、これ多分トイザラスで買ってくれたんよね。ありがとう。はい、本当に私 YouTube 始めた頃、メイク用品とか本当に何も分かんなくて、私完全なるイエベなのに、ほっぺにドピンクのショッピングキングのショッピングキングのショッキングピンクのチークとか入れてたの。じゃん、これもババーバーリーなの、メイク様。はい、完成です。みんなのおかげで、これ気分によって変えたり季節によって変えたりしてます。みんなありがとうね。ありがとう。あとはペンケースだったり、これもロケ先で買ったり、いただいたドライフラワーだったりがあります。
そして壁は、ちょっとみたいな壁です。はい。そしてスリッパかわいいよね。これアマゾンで買ったメンズのスリッパです。どこかに、ダイイングメッセージのごとく靴下が散乱しております。おい、誰に視聴者さんに足向けんじゃねえ。すいませんね、きつく言っといたんで。きっとね、このファミマ限定の靴下かさしときよって話だよね。で、このニトリで買ったカーペットと、あとこれ、じゃーん、アルビン、じゃーん、汚い、なんかごめん。ポテトフライの残骸が。はい、これめっちゃいいよ。ゲーミングザイスって言うんだけど、これもニトリで買った。あ、ちなみにこれはファンの子にいただいたモルカーです。ありがとうございます。ここにスポッて入って足間に入れられたり、ここのね角度が変えられんのよ。私いつもこれで編集してる。で、背中には可動できる、移動できるクッションとかもついてて、めっちゃいいぜこれ。あ、乗ってみようか一旦、そんなに言うなら。よし、ほら見て、そっから見るとちょっと複雑な角度かもしれないんだけど、ここでこうやってできるのすごくない？足伸ばしてもできるし。あ、汚ね、ごめんなさい。これめっちゃいいんだよね。これでみんな乗って、これでプリ取ろう。かわいいよね。じゃあ行くよ。でこれ降りるのがちょっと大変なのよ。はい、チャンネル登録よろしく頼む。で、次ちょっと物置、押し入れ、なんていうの、こっち側紹介するよ。これはゴールデンカムイ映画見に行った時に買った入れ墨人気ポーチ。かわいいよね。で、これ、明日使う、仕事で使う衣装のワンピースと、これはコピョイキ、まあ、確定申告とかね、いろいろ書類を出すときに、なんか今までコンビニでやってたんだけど、シャレにならないじゃん、コンビニでコピーするのって。ちょっとお値段張るから、だったら買っちまえと思って買ったの、マイコピー機。で、隣がお食事中の方、すみません、ゴミ箱です。ミッフィオイなの、可愛くない？で、これも可愛いよね。新潟市の指定ゴミ袋って可愛いのよ。パキッとしてて可愛いよね。こういうとこでちょっと女子力出そうかな思って。はい、じゃあ次、ここはなんか趣味のものとかアクセサリーとかを入れてるんだけど、ちょっとごめんね。ここまず、プロデュースワンオーバージャパンザガールズ、のアルバムが飾ってあったり、ごめん、痛かったね、はい、あとファンの子にいただいたアレン様の日めくりカレンダー、極上、美味しい、これが飾ってあったり、あと、これは仕事で使うコピックですね。があったり、あとは、こう、バックナンバーのライブシャツと、あと自分で作らせてもらったシャトゥなどなどが、飾られてて、あと、アルブレックス新潟のサポーターの、タオルだったり、ファンの子にいただいたものだったり、あ、これグッチにいただいたアクセサリーケース、かわいいよね。これもファンの子にいただいた、かわいいのよ、割引お買い得キーホルダーみたいな、かわいいよね。はい、で、あとアクセサリーだったり、ティッシュだったり、最後おどん、最後おどんだったり、あとは、まあ、あの、ハンディ掃除機だったり、なんだりが入ってます。あと、この辺は GoPro とか撮影機材ですね。みんな私の GoPro 使ってる姿見たことないと思うんだけど、一応あります。あと、これもファンの子にいただいたぬいぐるみ。ちょっと怖いんだけど、見る？そう、ムンクの叫び？可愛いよね。すっごい滑らかなの。で、あと、以前何かで紹介した母からもらった、謎恐竜。あと他にもたくさんぬいぐるみいただいてるんだけど、全部寝室にあるわけじゃなくて他のところにもあったりするので、はい、みんなありがとね。
まあこんな感じかな。あとこれゴールデンカムイのファンブックみたいな映画のやつと、ミヤイちゃんの雑誌だったり、あと一ノ瀬さんの舞台見に行ったんですけれど、その雑誌だったりが入ってますし、推し活ですかね。いや、なんか大人だよね、推し活のブースあるの。あー、ウケっし、ウケっし、ウケっし。あとは骨折した掃除機だったり、ゾゾタウンの箱わかるでしょみんな、だったり、あとウクレレ、そうで、ウクレレは痛い、ここに挟まった挟まった、出ましてよめと、あのウクレレが入ってたりします。よし、よろしく頼む。じゃ次はベッドの脇、ベッドの脇腹を紹介しますね。これ時計 3COINS で買ったんだけど、可愛くない？あとこれみんな聞いて、私先月桜川区に住んでたんだけど、その時大人になって初めて彼氏みたいな存在ができたのね。その時に家にあったやつまだ販売してたの。同じ匂い、あー、よすけくん思い出しますね。ホワイトムスク、この匂いいいのよ、すごいね、あの華やかな香り。で、あと、先輩のスパイクの小川さんにクリスマスプレゼントいただいた可愛いキャンドル、これおすすめだよみんな。ダイソーの進化版みたいな、まあピカチュウでいうとこのライチュウみたいなお店があって、新潟に、そこで買ったの。300円ぐらいだったかな、フェイクレザーのケース。あと下にはこの案件でいただいたサプリ、今でも飲んでるよ。で、これ入ってるのがファンの子にいただいたケースなの、ありがとうね。で、ここにケトルがあるんだけど、下まで降りてお湯沸かすめんどくさいから、こう見えて、だからこう見えて上にケトルを置いて、いつでもあったかいものを飲めるようにしてる、こう見えて。で、ここ俺の、炭水化物ブース、これ見てすごない？あのコメダのさ、豆菓子いっぱいいただいたの。成績桜川丘に住んでた時に、もう潰れちゃったんだけど、ココイチで働いてたの。で、その時にお世話になってた方が、コメダコーヒーオープンして、あの成績桜川丘のこちらの店舗なので、ぜひ皆様遊びに行ってください。あと、これも友達にもらった芋けんぴ、芋けんぴが入ってて、あと、これをファンの子にいただいた、スターバティカルスのコーヒーだったり、いただいたものが入ってます。やっぱないと不安なのよね。なんか、震えが止まらないの。枕元に炭水化物がないと、なんだろうね、遺伝なんだろうな、これ。うん。ちょっと申し訳ない。よろしく頼む。皆さん、落ちまかねの、ベッドをご紹介します。恥ずかしいな。やった！よろしく、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 よろしく頼む。ニトリの製品多いね。これもニトリだし、この下に引いてる毛布もニトリだし、これはアマゾンで買ったかな。で、これは母にもらった、PPG のぬいぐるみ。夏の暑い日にさ、プラスチックを置いておくとさ、こんな感じにくっつくよね。で、これもファンの子にいただいたコーデュロイ素材の、モルカーですね。ありがとう。かわいい。子供ができた時の練習に使ってもらってます。怖っ。よし。こんな感じで。あとは、見て！超かわいくない？これ知り合いの方にいただいたの。はい。お相撲さんが、乗ってるカレンダーなの。かわいいね。これを見ながら毎日寝てるんだ。みんなの推しはいるかな？何が可愛いかって、この人見て、腕組めてないの、超可愛いでしょ、私の癒し。で、ここが私のいろいろ好きなものをごちゃごちゃと置いてる場所。まずここ香水コーナーで、奥にあるのがグッチにもらった、誕生日プレゼントでもらったチューリップのライトと、下書きみたいな顔してるマイメロ可愛いよね。あとファンの子にいただいた美容品ですとかなどが入ってて、これが充電器とか
が入ってます。見てこれマックの新作リモコンバーガーいろんな部屋のリモコン持ってきちゃってんだよね。あと耳かきヘアピンだったり、これもファンの子にいただいたやつだったりヘアピンだったり、いろいろ置いてるな。でちょっとこれ見たい見たい欲しいの。これとあるイベントの会場でワークショップやってて作ったんだけど、これかわいくない？全部自分で選べて、中のカシャカシャとかも選べんの。かわいいよね。なんか調子乗ってグッチの分と一ノ瀬さんの分も作っちゃった。特にあげる予定なんてないんですけど、かわいいのよ。なんかプリキュアみたいな、こういうね平成女児の胸をトゥンクするもの最近多いよね。あとあこれファンの子から業産いただいたヘアバンド、気分ごとに使ってます。やだなんかブッテルみたいなね、ケアベアですとかこれチーカワっていうのかな、チーカワですとか、あと PPG ですとか、かわいいんだ。ありがとうね。あとカービョイですとか、あとこの入れ物もあのライチュウで買いましたライチュウだと意味変わるか。え、どうだった？意外とちょっと綺麗だったでしょ。1週間かけて掃除したからみんなが俺んち来るって言うから出したんだよね次なんかここにスクリーンつけて、ここでみんなでさ相撲見ようぜ。